おはようございます。おはようというよりは、これから外にお散歩に行くのに行ってきますですね。ちょっとだけ行ってくるね。今8時をちょっと回ったところです。9時半までには帰ってこようと思います。今日もズームの会議が2つほどあるので、頑張ります。ジャン君、ポンちゃん、ちょっとの間お願いしますね。はい、ジャン君。ジャン君、ちょっといいものが届いたかもよ。はい、こちらです。いただきものです。ピュッと片手で開けますよ。手作りだって。お母さんの手作りなのなんですが、よかったら使ってくださいって。これは指なし手袋だね。指指出なし、指し指どっち？指 指出し。なし手袋がはい、緑編のめ上るに。んだ。そうすだごね。いね。しかもちょっとレースっぽい感じになうん。しかもった。ちょっ編みと方が複雑だね。小さくてちょうどいいかも。うん。すごまあ、おい。じさんの手にちょうどぴったりです。ちょっと私今クリーム塗っちゃったんですけど。そして、これは何？それはあれかな。多分、食器を洗ったりする洗剤なしそういうで、ことか。そう、なんかちょっと聞いたことがあるね。前にいただいたことがあって、うん。手作りのやつで下でうん。使っているんだけはど、それだと思うんだよね。なんか複雑だけど、いはい。もったいないね、なんかでも。そう、もったいないから、一番最後に洗うのに使って、その汚途中れでないようには、ね。いろいろ、うん、あ、これもじゃあそういうことそなれんもだ。そうかも。ああ、そうだから、へえ。ちょっとこうあったかいものを置くさ、やうん。つとして使ったりとか。何、鍋置き。鍋までいかないけど、なんかちょっとコーヒーポットを少し置いてみたりとか、そういうのに使ってから、ちょっと汚れてきたら 洗剤なしのあれで使おうと思ってまこれはす。テーブルの上に置くタイプかな。そうかもね。はすい。ごいなんね。かすごいものをいただきました。ありが手とうご作ざいりすごいます。ね。なんあかりおしゃがれとだうござね。います。こ色れ。の具合もちょうどうちの好みの下と下と似てる。 私が緑好きなのバレてるっそうてなこんだと？ね。うん。そうなんですか。とてもいい袋セもンスかわで、あいい。りがとうございます。ポンちゃんみたいな子とか入っててかわいい。袋も手作りだね。そうね。かわいいね。そして、ありがとう。ありがとう。指なし手袋は自転車の時に。1個見落としておりました。これも1つ入っておりました。袋の底にありましすいません。た。なんかちょっと、あれ？ちょっと重さがあるって思って中を見たらうん。まだ入ってました。すごいいっぱいありがとうございます。